皆さんこんにちは、ゲキチです。今回はストーカー2の序盤で使えるお得な Tips、 プロローグで失うアイテムを取り戻す方法をご紹介します。通常プロローグ終了後全てのアイテムを失ってしまいますが、プロローグ終了直前、山小屋で最後のスキャナーを設置する前に、北側にある小屋の中のボックスにアイテムをしまっておくことで、本編が始まった直後しまったアイテムを回収することができます。ただしこれ全てのアイテムを回収できるわけではなくて、 AR416 に関しては確定で没収されるようです。残念ですね。まあそれでも耐久性の高い AK やショットガンを序盤から入手できるのは惜しいと思います。プロローグ中にもしっかりアイテムを回収しておくと序盤がかなり楽になりますので、ぜひお試しください。とまあこんな感じで今後もストーカー2の攻略情報を作っていけたらなと思います。もしお得な情報があればコメント欄やディスコードでも教えていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。それでは今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。